あれ、ここも縛ってる。開けてもらわなきゃ。ウチオープン？いや。いや、出ましたね。早い段階でロジンをつけないと不利になる。この走り方で走ってると酸素が入ってくるんですよね、血中に。先輩、うわ、わかるかな、わかるかな、汗出てきました。この汗をつきました。これで、いや、少ないか。あの、確かに、わかるかな？ちょっと、サラサラ感がね、キュッキュッてなるようになりましたね。はい。で、この今、ちょっとキュッキュッてなってる状態で、じゃ、これを手につけて、アルコールで手を洗います。この状態で、ロジンバッグをね、つけます。ようけ粉飛ぶな。うわ、ようけ粉飛ぶな。飛ぶ？こんなに。そんなですね。そんなに。グリップ力的な変化は、あまり見られないですね。もうこんな全然ダメでしょ。だってトラとかライオンは、ロジンつかないですからね。それじゃあ。じゃ、このユンケル。今ね、このちょっと若干グリップ力上がってるこの手で、ユンケル。開けていきたいと思います。それじゃあ、いきます。ふん！まあ、普段よりも若干力強い、開けになりましたね。若干力強いオープンになりました。それじゃあ、この、今度はね、この飲む動作に影響があるのか、やっていきたいと思います。それじゃあ、いきます。ゴールデンウィーク、遊び疲れたあなたに、ユンケルがある。ユンケル投入。ふん！マイコンディション。マイユンケル。でしょ？まあ、若干、ロジンの分、このね、いつも指先で持ってるんですけど、この安定感はすごいですね。わかります？めっちゃベタつく。若干ベタつく。ユンケル高低気多分そのままビッシャーいったら、ガッサーいったら全然できないんですけど、この残り汁、わかりますかね？若干ベタつきます。わかるかな？この音。ベタって。もう全然違う。グリップ力、検証します。ふっ！あ、もう全然違う。もう全然違うわ、これ。いきます。ふっ！ユンケル。でしょ？確かにちょっとベタついてる分、握りやすい。うん。これ、やっぱまより安心感ありますね。最終的な結論としては、ロジンと、ユンケル高低液。これが最強だということが分かりました。もちろん、ルール上は、ユンケル高低液使えないので、皆さん、絶対に真似しないでください。今回の検証、ほぼ行きかけました。すみません。ありがとうございました。ユンケル。ユンケル、ユンケル、ユンケル。ユンケル、ユンケル、ユンケル、ユンケル。ユンケル。でしょ？